Shimizu Nobusuke。 お、E の105、清水信介さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞステージの方へ。I responded very much to Shimizu's use of poor materials and his curious archaeological sense and the playful way that he juxtaposed these poor materials with contemporary materials like foam rubber in a very playful and affecting way.自分で作った言葉みたいなんですけど、ジャップアートっていうのをジャパンとポップとプアーとアートをくっつけたみたいなことをしたかったんですけど、で、あの元のモデルにあるこうものが昔のこう陶器とかだったりするんですけど、それの本家取りっていうか、まあ、本家取りじゃないな、アプロプリエーションとかそういう元のものを借りて、その衣装を借りて何かやるみたいなことをしたかったんですけど、日常生活とかでご飯食べるのとかみたいにこう絵見に行ったりとか描いたりするの感じなんで、普通の生活の一部みたいな感じなんです。